覚め病死なし目周回遅れで噛みつぶす苦虫高齢化社会の生んだ産物または弊害とも言うアルツハイマー紙切れに軽く書いたこれでスーツでも買いなさいと26歳の俺がもらったお年玉ふと落とした涙神は死ということ以外に残酷な試練を与えるらしいね生きながらに記憶だけがなくなってしまう切なさがあなたに分かりますか大切な人や大好きな孫の名前も遠のくそれは自分以外の周りが消えていく感覚に似てるでしょうこの世界にたった一人になって窓の外を四季が流れる春になったら縁側から洋館でも食べながらまた空を眺めたいな年に4回くらいしか実家に帰れないけど俺が実家に帰るとすげえ嬉しそうに笑うんだ俺は小さい頃の記憶があんまりないけれどそれを残念がりながら嬉しそうに一つ一つ教えてくれるんだ秒針1秒1秒越しに徐々に愛おしい思い出が消えていくならその空いた穴は何で埋まるでしょうその空いた穴は何で埋まるでしょうかあなたの記憶から俺がいなくなる前にあと何回俺の名前を呼んでくれるかなあと何回ありがとうを言えるかなだから記憶がなくなる前に死にたいなんて言わないであなたがもし俺のことを忘れてしまっても俺はあなたのことを忘れないしもし忘れてしまったとしても全国で自分がライブしてこの曲を歌ったら全国の人がおばあちゃんのことを覚えてくれるから忘れられない思い出ができるでしょう夏になったら縁側から花火を見ながらバーベキューの残り火を眺めたいな小学生の頃学校の帰り道でよくいじめられていた俺を学校まで迎えに来てくれたあなた大切に育てられた自慢の孫さだから精一杯の恩返しをだから精一杯の恩返しをあなたと作った一つ一つの思い出が泡のように消えていく前に恥ずかしがって言えなかったありがとうを今日だけは言おうと一番自信を持ってできる表現方法を見つけたんだだから曲にしたんだあなたに出会えて本当によかった秒針1秒1秒越しに徐々に愛おしい思い出が消えていくならその空いた穴は何で埋まるでしょうその空いた穴は何で埋まるでしょうかあなたの記憶から俺がいなくなる前にあと何回俺の名前を呼んでくれるかなあと何回ありがとうを言えるかな2011年のゴールデンウィークに実家に帰ったらおばあちゃんが俺がタケノコご飯好きなことを覚えてくれててタケノコご飯作ってくれたけどテレビでは福島さんのタケノコが放射線量基準値オーバーで出荷規制見てみないふりして喜んで食べたそしたら世界で一番幸せな味がした今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました終わりです